ここにある3点は、作品を作る前の段階の修作というものです。で、書こうと思うものとか好きなものに行き合った時にそれを鉛筆でデッサンします。で、それに炭彩をつけていって、だから1枚のものを一度に書くのではなくて何ヶ月かかかって書きます。で、この中から今度は作品にしようと思うものを選び出していきます。だから常にこれはやっている作業ですね。作品を作る前にやる作業です。